はい、Pゼロです。こんばんは。はい、Pゼロです。本日も始めていきます。ですね、今日はね、二部構成ですね、ツインメリットコーティングとそれから スマートガンのね、あの改造ということでございます。ではね、動画の方の私が喋ってますので、そちらの方をメインにやっていきましょうか。ツインメリットコーティングね、セメリットコーティングとも言うし、本場地区にもセメリットコーティングですね。でこれが実はこれがですね、あのカステンローラー、カステンというところから発売されているローラーです。でアーマーモデリングの何月も随分前のね、あのアーマーモデリングがやっちゃった、でこうなるんで、何年か前にね、アーマーモデリングの付録としてね、付属していたコーティングローラーですよね。現在はね、カステン、モデルカステンのサイトの方で、本組2000円ぐらいでね、売られていたかなと思います。まあ、ローラーを使うコーティングはですね、まあ、自分でローラーを自作してもいいんですけれども、やはりもうこれ一番便利だと思いますので、まあ、5種類入ってるやつなんですけれども、5種類とか、あとスタンプができる、スティックですね、もう一緒に入ったものだったと思いますので、多分そっちの方がね、使いやすいんじゃないかなと思います。モリモリモリと。グリグリ。こんな感じで、左右がある場合はやっぱ左右対称のそのラインでやった方がいいと思いますので、まあそんな感じで、元来素材はセメントですんで、ピリピリ剥がれる方が正しい。なんか粘り気のあるようなこう曲がって剥がれるじゃなくて、ペリッとペリッと取れる方が正しい。まあやっぱ固まってから取った方がいいかもしれないね。アーマーモデリングのビデオもいいですよ。ハウトゥービデオもいっぱい見たな。ビデオの缶だけ買ったりとかもしたな、バックナンバーで。DVD ね。これもありやな、この端っこにペロンとくっついてるの。ちょっと後でかけさせてやらないといけない。このツメリットコーティングをやるともう一挙になんかティーガーの感じがする。ティーガーっぽい、ティーガーっぽくなるな。よし、これもありだね。これ綺麗にいったな。これははい、セミリットコーティング。今日は足の部分ですね。ちょっと大きくしようか。足、それから、こちら側のサイドアーマー、それからぐらいかな。はい、これはエポッパ高密度タイプのパテに若干ワセリンを入れて扱いやすくした状態のものです。これを練っていきます。でペタペタこんな感じで押し付けていってやります。パテ自体はまあ硬化時間1時間ぐらいですので、1時間から2時間ぐらいかな、このパテは。種類によってちょっと他のその時間が変わりますので、ちょっとローラーで伸ばしてですね、今伸ばしてるけどワセリンを塗った状態でギュンギュンと伸ばしましょう。なんていうか、このギザギザを大きさをちょっと考えないといけないかもかもです。ということで、はい、反対側の足もやっちゃいましょう。
入れたところはカットして、今も売られてるんじゃないかなと思うんで、セメリットコーティングに興味のある方はこれが一番楽だと思うん で、あとこのローラー、私この1種類しかもう持ってないんですけど、なくしちゃったんだけど、確かに、ね、2、3種類ついてる、もともとついてるんで、大きさのひだの形が違うとか、そういうのは種類があったと思いますので、買った時じゃない、私はこれおまけかなんかの時に買った、アーマーモデリングを買ったんかなの時についてたんですよね、これ。で今はモデルカステンでそれが販売されてるはずなので、はい、そういうことですね。この板にも貼り付けるとかっこいいかもっていう、その目印、ポイントの一つとしてね、しっかりそれが働いてくれる気がするんだな。うん。で、近藤版ギャラ動画好きな人結構大勢いらしてびっくりするんですけど、まあ詳しいんですよね。で、まあ出来上がった後でお叱りを受けるかもしれないな、私。それは違うでしょとか言って、うん、まあ私が望むギラ動画ということで、楽しく作っていきます。よいしょ、ギュン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 、いやー面白いなー、楽しい。できる限り線の太さは均一にした方がいいかと。はい、次はねスマートガンのディティールアップを始めていきます。こちらはですね、まあ今下に見えてるのが今まで作ってきてたスマートガンなんですけれども、これはですね、まあキャスト抜きのためにですね、そこまでね複雑な形を作ることができなかったので、まあとりあえず芯になる部分、まあ最低限のディティールが入っていればそれでいいかなっていう感じで抜いてあるんですよね。でそこにまあこのマズルの部分つけてみたりとかですね、今やってるのはその下にある、まあセンサーのつもりなんですけれども、センサーをこう取り付けてみたりとかですね、はたまた、今回ね出てくるんですけれども、ガードなんですけどね、ガードって言えばいいのかな、まあ戦車で言えばシュルツ戦みたいなものを、取り付けてやりました。まあ見てて楽しそうに見える、楽しそう、うん、まあ見ててかっこいいなとかって思うような感じ、カウルみたいなやつをね、まあ正体を明かせばあれは T が2のフェンダーなんですけれども、で、ね、今こんな感じでつけてるのがそのセンサーのですね行き着いた先なんですよね。パイプを通すときにはですね、パイプの始まりの部分から最後の部分がどうなってるかっていうのを一応ある程度予測した状態で作られた方がいいですね。つじつまが合わなくなってくるんで、どこに向かっていくのかこのパイプはっていうのは必ず人って見ますんでね、それをね。で行った先、始まって行った先がどこに収まっているかというふうなのをね、ある程度しっかりさせておいた方がいいですね。それからあとくっつくところのそのパイプがこうスカスカなのとスカスカじゃない状態だったら、やっぱりぴっちり入ってるところの方が現実味が高くなりますので、できる限りですね、ぴっちり収まってるパイプ、ぐねっと曲がるパイプとそれから硬いパイプのその接続部分はなるべく径がピッチリいってる方がかっこいいです。うん。ということで今これねセンサーから、方針近くのセンサーからでスコープのミックスになるんかな自分でやっててもわけがわからないですけれどもまあああいう形で取り付けてやろうというところですね。あと一旦これ仮にくっつけて取り付けてみたところなんですね。で、パイプがそのままではスカスカしててなんか不自然なので、これね4ミリパイプだったと思うんですけど、パイプのその
重ね合わせで、だんだんちっちゃくなるとかだんだん太くなるとか、あの、ね、継ぎ合わせをしてやってこういう形で、取り付けてやると、まあこれが理想ですよね。うん、で今度はねこれプラプラするんで、このパイプのそのプラプラの部分をなんとか固定しようというところなんですが、あ、その前に障子の上にですねレールのような形状のものが欲しいなと思ったので、これはまあ、マジックトラックだったかな、マジックトラックじゃないや、これはね、もともとついている履帯、予備履帯ですね、ティーガーの多分予備履帯だと思います、はい、ドラゴンのね、ドラゴンの選手作られたことがある方はよくご存知だと思うんですけど、まあね、あのすごい余剰パーツがね、ランナーのうちの半分ぐらい余剰パーツになることがあって、あの箱がねもうパンパンになってるんですよ。一回開けたら元に戻らないっていうのがね、ドラゴンの、戦車の模型なんかは特にね、ティーガーとかそれからあとパンターとかあの辺りは、あの何回もこう何個もいろんなバージョンで作られてるので、共通パーツのランナーが、共通パーツがあるランナーは結構使い回しになるんですよ。で不要の部分はもう全然使わないんですけれども、そういうランナーのねジャンクパーツが今下に見えてるやつがそうなんですよね、あれでもね半分ぐらい捨ててるんで、いい形のものだけなんか使えるなとかって思ったやつだけを残して、でああいうふうに、なってるわけですね。あ、ちなみに今くっついてるあの丸い輪っかみたいなのあるじゃないですか、あれはね、このマンホールみたいなやつは、ティーガーの多分、ティーガーの通気口、吸気口のフィルターの部分ですかね、あれをですね、あそこに、ポン付けしてるんですけれどもね、結局このガードっていうか、カウルをですねここにくっつけようという計画ですので、今ポン付けだけどそこから覗く形として、あの丸い、マンホールみたいな形が見えるとかっこいいかなということでポン付けなんですよね。で、こんな形で最終的なラインはあんな形にしようかなと思っています。で一番悩んでるのはこのマガジンなんですよね。マガジンはね結局またこのポン付けになってるんですけど、今回の動画ではちょっと最後どうなってる、あの最後の進化の部分、進化でもないけど、周りのちょっとあの貼り付けたパーツをお見せすることはできてないんですけれども、ちょっとね改造を加えておきました。はい、で超音波使うのめっちゃ久しぶりですね。超音波使うのめっちゃ久しぶりなんですが、これ何をやってるかっていうと、カウルのパーツと本体のパーツのバランスっていうかね、現実味を増すための工作なんです。なんかね、これ何や思います？これ何でしょうね。多分ね、これね、違うかな。フェアディナントのデッキなんですよね。デッキの部分フェアディナントじゃないの？これ4個戦車か。輸送砲じゃなくて、ドラゴンかなんかも、ドラゴンの4号戦車の表かな。デッキの部分なんでしょう、確か。覗き窓2つ、この距離で。となると、中央戦車ですね。中型。どこのパーツだったかさっぱり私も覚えてないんですけれども、はい、こんな感じでですね、覗き窓があるものとかも利用するわけですね。で、じゃあ言ってみりゃシュルツェンなんで、とにかく干渉しないようにしてやれば雰囲気が盛り上がり、そしてそれなりのあのパーツ、パイプがあのそこ通るから避けるような形にしましたっていう、めっちゃ似合わないかもしれないけどどうかと、ちょっと雰囲気違うんちゃう、まあね、
若干まあでもかっこいいのはいいことですよね。自分でもかっこいいなと思うから正解でしょ、きっと。貼り付けの貼り付けって感じなんですけど、ドリップパイプがちょこっと見えるようにして中になんか機械の塊っていう雰囲気がね、ありありと見えていいかなと思うんですけども、ギラ動画の方がねかなりあのシンプルな形になっちゃってるんでね、こっちだけかなり複雑に作っちゃったなっていうのがまあ反省点でしょう。雰囲気が出るようになったかな、これで。あの 防順っていうか縦をつけてやるっていうことがだいぶ変わりますね。そして中の奥行きを見せるようにすると、まあ、こんなもんでしょう。あ、まあ昔のその培ってきたジャンクパーツが今ここでやっと役に立ってきたって感じかな。はい、ゆっくりなんですけれどもね、ギラ動画の方を着々と進めております。またね、次回の動画でお会いしましょう。この動画が良かったと思われる方はグッドボタンを、登録がまだお済みでない方はぜひとも登録、チャンネル登録よろしくお願いします。 P0 でした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。